心配です。ということで今日はですね、簡単なバストアップのマッサージの正しい方法についてをご説明させてもらおうかなと思うんですけど、前回は食事のことについてとか日常でできるバストアップについての知識みたいなものを紹介したんですけど、今日はデコルテとおっぱいのマッサージだけで変わるという感じの内容になってるんですけど、手順をね紹介していきたいと思うので、だいぶ短い内容になってるんですけど、よかったらこれやってみてください。時間的には3分から10分ぐらいやるとちょうどいいかなという感じなんですけども、今日はこの黒いキャミソールの上からやっていきたいと思います。ということでですね、この黒いキャミソールもちなみにこうカップがこうついていて、寝る時にね若干ねここが閉まってて補正下着みたいになってるんですけど、私が持っている補正下着っぽいキャミソールの中では一番着やすくて、でこのはみ肉もなんかフィットしてくれるのでめちゃくちゃいいやつなんですけど、こういうのをね普段から中に着用すると食欲も抑えられるしいいんじゃないかなと思います。でははい、デコルテなんですけれども、まずですねここの脇のこのくぼみの部分ですね、この部分にこの人差し指から小指までの4本でこう差し込みます。このくぼみにグサッ、そしてで親指をここの部分に当てます。脇のリンパまずこう柔らかくするというか流す感じなんですけど、最初のうちは痛いらしくて、これを癖づけると結構いいらしいです。リンパなどをほぐしてあげることが一番血流が良くなって、育乳だけじゃなくて血液の循環も良くなります。10回から50回ぐらい、1分間2分間ぐらいこれをやり続けると変わるんじゃないかなっていうところですね。はい、次手のひら全体でここから服の上からなってしまうんですけれども、脇の下までここに溜まってるものを流すイメージで流し込んでいきます。この脇の下にここのたまにねここの下の部分がね詰まってるとくすぐったいんだよね、触ると。でくすぐったいと痛いよりやばいらしくて、マッサージ界ではなので、定期的にここ触ってあげたり流してあげないと老廃物溜まってめっちゃくすぐったくなったりしてめちゃくちゃ大変なことになるらしいので、皆さんここ癖づけてやっていくといいと思います。片方につき1分間やっていくイメージで、でこっちもこうですね、ここからこういうイメージでこう、特に下側がすごい詰まりやすいので私は結構下側を重点的にやっていきます。はい、そしたらこの後にこの流れてきたリンパに詰まったものとか老廃物をこのデコルテまで流します。でこのマッサージなんですけど、デコルテのこの部分にボリュームがないといけないらしくて、特にその大きさが関係ないらしいんですよ。まあ G カップにもまで上がったとしても形が崩れやすくなっちゃうじゃないですか。なのでおっぱいが大きい方でもこのマッサージしてなるべく体の余分なところにあるお肉を全体的に胸に持っていくっていう作業をするといいらしいです。ということでここまでデコルテに流す作業も1分間から3分間ぐらいするようにします。続いてはここの肩甲骨のところからなので上着を取ります。これもクリームが必要なんですけども、手順的にこの肩甲骨のところからこっちにこう持ってくる、流すように指で肩甲骨を捕まえてここから流す感じのイメージでこっちに持ってきます。これはなんか回数多ければ多いほど多分良くて、お風呂入ってる最中とかね多分暇なんでこうやりやすいと思うんですけど、今ちょっと手順なんでこれも私はクリームはなしでやるんですけど、ちょっとま若干ねここが赤くなってる。でもカッサとかで老廃物流す時も赤くなるよね、結構あんま強くやりすぎない方がいいと思います。でここまでこう持ってくるじゃないですか、脇の下まで。そしたらこの脇の下の部分をこうまたデコルテに持っていきます。っていうこの作業もさっきと同じように3分間ぐらいやるといいと思います。こうそうするとここが薄くなってこのデコルテに肉が移動していくのでいいそうです。いいそうですっていうか、ここにお肉が移動していくので背中が薄くかつおっぱいが大きくなるという一石二鳥な感じになります。ここはね、だいぶ結構最初は痛いかもしれないので、優しくやって徐々に力入れてみてもいいと思います。
ということで皆さん、今回はこんな感じで、短い動画なんですけど、簡単にできるマッサージだし、空いた時間に少しでもやると変わってくるみたいなので、乾燥するこの季節はボディクリームを塗るついでにやってみるといいと思います。次回のね、バストアップに関する動画もぜひ見てください。それではまたね、バイバイ。